はい、じゅんじーです。ごきげんよう、ゆゆこです。ではですね、今回も、ゆっくりゆゆこ様と一緒に冒険していく旅、こちらの作品理不尽で鬼畜なアクションなのだの、パート2をね、続きをやっていきましょうですね、ゆゆこ様。そうね、楽しんで遊んでいきましょう。でですね、前回、夢日記もねアドベンチャー部門としてこうゆいこ様と一緒にこう実況したんですけども、まあ、どちらをこう進めていこうかなっていうところで、まあ他の方のね意見とか、まあ、ご意見とかあと投票等をね、していき、まあ、結果この理不尽で鬼畜なアクションなのだを、まずはねゆいこ様と一緒に冒険していくことになりました、まあ、ただその夢日記ともねちょっとその投票といいますかその僅差だったので、これをクリアした後は夢日記をねやっていきたいと思います。はい、そんな感じでやっていきましょうね。これからの長旅よろしくお願いします。よし、では早速やっていきましょうか。おさらいからやってこっかな。うん、空中でもあこれね読んだね。この先の雪だるまでやられたんですよね。まあでも体力あるから別に、あ経験値、あ待って、この辺で一回セーブしとっか。良い考えね、賛成よ。どうだっけ、あこれか、セーブしときましょう。ここら辺でね、うん、この辺じゃつまないでしょう。よし行こう。レベルってあんの、おえ、あなんか下行けそうな感じしたけどね。ゲームオーバー。ゆっくりしていってね。このさ、やられたらまたこのタイトル画面に戻るっていうのはなんとかならないものなのかな。まあ合間のやってるとね、あ敵は消えた。わかるわよ、うん、その気持ち。なんかそのね、またどうせ始めるんだしと。おおお、ちょっと待って待って、レベル2になったぞ。回復します、覚えた。なんだこれが成長よ。スキル、おお、なんだこれ、 HP が30回復します。ただし得点が1点下がります。得点って何。まあ一般的な RPG でいう、MP のことかな、だと思うわ。どうなんでしょうね。まあいっか、まあいっか。とりあえず体力も回復できるようになったし、なんかでも体力っていうか、おい、借金じゃないよ。いよいよ動き出したわね。オーバー。だからまあこのタイトル画面に戻されるのは分かった。ということはある程度セーブしとこう。あのセーブスロットいくつかあるから、まあ積んだらね一個前からやるように、例えばこういうとこ敵いないから、こういうところでセーブ。ステータスじゃないよ、セーブ。それがいいわ、ね、こんな感じでやっていけば、仮にこれ借金切ったよね。おいおいおい、なんで貝が、ほい、綺麗な絵です。うん、なになにこれ、なにこれ、そうなるんかい。その絵のかかり方も絵になるわ。この絵ってなんだろう、これなんだと思います。私はバラだと思うわ。あー、まあバラにも見えなくもないかな、うん、聞いただけだ。よし、セーブポイント1、カカシはセーブ、あーこれね、今後いつもいつもこんなにこんな簡単にセーブできるとは限りません。積んだ場合に備えて、あーなるほどね、そうだね、工夫しましょう。うん、あとカカシに話しかけると町の3階にある扉が開きます。セーブしたくなくても話しかける方がいいと思います。あーなるほどね。このまま続けるにしようか。でセーブして行きましょう。あ、町に戻るって別に戻る必要、あアイテムが、この子おお危ないわね。てかさ、おレベル3になったよ。一回これでセーブしよう。ほい、セーブセーブ。まず弾、この操作感に慣れてくる。セーブはこまめに。よしセーブ OK。 じゃあ続きね。これさ、ダメージってどれぐらい、あ雪だるま倒せるんだ。あ倒せない、しかもこれさ結構防御力あるよね。強靭な肉体ね。敵の弾1しか減らないじゃん。あこれだったらこいつなんかやらしいな。楽しそうね。私も飛びたいわ。どうやってくのこれ。ダメだよね。てか雪だるまめっちゃ強いな。なんとかあの宝箱が欲しいのよ。ほっ、あ来たぞ。緑色の縦長のやつは土管を再現したつもり。上に乗ると中に入れるよ。あとステージ中何箇所か宝箱を用意しました。中には結構いいアイテムが入ってることもあります。下の柱みたいなもののことね。あ、消える。うん、クリスタルあるね。でもあれ欲しいんだよね、あの宝箱が。これ取れる、こっからこれ、あいける。よし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 、オッケー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 。え、なにこれ、え、もうなんでもありね、なんかもう嫌いじゃないわ。
どうしてそんな世界観？倒せないかな。今よくよく考えたらこれって宝箱取った後戻れないですよね。これだとこの雪だるまと一緒に、雪だるまが一緒にこうジャンプ、これ多分抜けらんないから、そうだね、倒せないと結局戻ってこれないもんね。まあ、中身は気になりますけど、あ、うわ、これもまたすごい判定ね。なかなかシビアな世界ね。ってことはとりあえずなんか強化されるとか一発で死ななくなるまでは雪だるまのその宝箱はスルーしていった方が良さそうですね。先に行きましょう。まあ、中身は後のお楽しみにしよう。ほい、ほい。でとりあえずそのクリスタル触れてみよう。これ何？え、これ何もないの？なんだこれ？ん？これはヒントワープの看板です。ネタバレ防止のため最初は見ないことをお勧めしますが、どうしてもクリアできないときは生放送の時間の制約がある環境の人とかは見てください。ヒントを見ても得点は減りませんが、ワープをすると得点が減ります。今後、ちょっと打ちすぎだよ。後ろ。今後必ずしもヒントとワープの両方があるとは限りませんと。あー、やめよっか。うん、利用しない。うん。うん、また来るね。また来るね。おい。お前。んで、これ。もうなんかやられそうだ。これ。あ、わかった。これって、こうか。よしよし。2人はまた、なかなかやるわね。いけ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 。結構強いぞ。どっちが勝つか。こっちもね、防御力ありますから。なかなか強いな。何よこの絵、狂気しか感じないわ。どんな格好だよそれ。そして待って、あ、待って、そしてこれどっちしろ抜けらんない。あ、またあれ使おう。あれあれあれ、ちょっと待って、スキル、回復します。おおおお、いいね。 HP30 回復したわね。また挑む。状況がカオスすぎるわ。どうだ。うーん、ちょっとこれ倒せない敵っぽい感じするな。やめよう。で、下行くか。あれ？お決まりのシーンね。そしたらこれどうすればいいんだ？よくわかんないな、ここ。どういう風に行けばいいの、これ。こうか。とりあえずまずこうするよね。で、こいつの上乗れるのかな？あ、乗れんだ。で、いや、行けないよね。結局ここが行けないんで、そしたら。っていうと、この道は、多分、違うんだよ。うん、正規ではないということか。ここは一旦保留にしましょう。そうしたら、あとはそのクリスタルに入るか、その下のね、そこ、ここに入るか、とりあえず宝箱開けてみましょうか。なんかもう開けちゃおう、開けちゃおう。はい。お、弾道アップの剣。なんだこれ。装備。お、装備すると弾道が上がる。どういう意味？攻撃力が下がるわね。でも攻撃力下がりません？いいの？これでとりあえずセーブしましょう。3に、あ、頭から弾がそういうことね。アップ上に行くのね。これ使えんのかな、果たして。まあいいや、とりあえずここ行こう。ほい。でもこれ、あ、もうなん、どうしようもないよね、ここは。雪だるまを超えられるかしら。これさ、もういけないでしょ、これ。あ、いけた。やったわね。よしよしよし、帰ってこれた、帰ってこれた。とりあえずじゃあ、アイテム取れましたね。どうしようかな。ゆっくり実況は、まあ、編集の兼ね合いもあるので、そうね。なので、まあ、あんまり長くなく、まあ、10分前後に収めたいとは思ってるんですよ。で、そろそろだと思うんですよね。本当にそろそろよ。とりあえず今回の収穫はその宝箱かな。そうですね。一回セーブね。無駄打ちはダメよ。理不尽なところも含めてなかなか面白いゲームね。これ手に入れてどうしろってんだろう。それを言っちゃダメよ。大丈夫、いつか役に立つわ。まあでもあとはクリスタルに入るぐらいしかないか。一回村に戻りましょうね。村村村、あ、町か。はい、そうね、戻りましょう。セーブは1にして、さあ、あー、ここか。ここに来るんだ。新規になったわ ね。とりあえず弾道アップの装備は外そう。これいらない、いらないよ。で、この女の子に話して、お、パスワード知ってる？パスワードはこのハテナハテナの部分の言葉だよ。
え、あー、わかんない。まだその木が来てないもんね。適当に入れてみましょう。なんだろうな、当てずっぽでいく。なんでしょう、ヘタレにしようか、ヘタレ、うん、さて、え、だと思うけど適当に書いても当たらないよ。まあ、そりゃそうだよね。そう甘くないわね。よし、じゃあ次回はこの辺りをちょっと探索していきましょうかね。そうしましょう。今回の収穫はいつ使うか分かんないけど、上に打つ、あ、でもそうか、ボスが、ボス戦があるとして上に向かって打つボスがいるとすれば、そうですね、便利かもしれないね。あの、攻撃力は下がってしまうけどね、うん、次回はこの街を探索するわよ。よし、では今回はここまでにしたいと思います。また次回もゆっくりゆうこ様と一緒に頑張っていきましょうですね。はい、では、順次でした。ゆゆこでした。ではまたね。